学びたいは宮崎で先生になろう。先生の魅力を調査。フェニックス君、学校で子供たちに勉強を教える人は誰かな？それは僕も大好きな先生だよね。でもどうしたら先生になれるのかな？宮崎で先生になりませんか？そこで今回の学びはこちら。経験特技を生かして U ターン、宮崎で先生になろう。瀬藤隊員が調査しました。宮崎県の公立学校ではおよそ1万人の先生方が教育に従事しています。そして令和元年度に実施した教員採用試験では358人が採用合格となりました。中には一般の選考試験ではなく特別選考試験で採用された方々もいるんです。特別選考試験？県教育庁教職員課の江藤英春さんにお話を聞いてみましょう。特別選考試験とはどういった試験なんでしょうか？特別選考試験には例えばスポーツや芸術の分野で特に秀でた業績を収めた方々を対象としたものや、県外で教諭等の経験がある方を対象としたものなどの特別選考試験があります。実はこの特別選考試験を通して県外から U ターンした先生がいらっしゃいます。瀬戸さん、宮崎で先生になる魅力、ぜひ調査してみてください。門川町立いすず小学校にやってきました。こちらの学校に県外から U ターンをした先生がいらっしゃいます。宮崎で先生になる魅力、調査したいと思います。こちらの学級担任が今回の主人公、榎本愛理先生です。延岡市出身の榎本愛理先生、京都の学校で6年間先生を務め、去年宮崎に U ターン。その教職経験を生かし1年生の担任を務めています。では先生、まず宮崎に帰ってこられた理由を教えてください。はい、私は京都の方で6年間いろいろな経験をさせていただいて、次は宮崎の子どもたちと一緒にたくさんの勉強をしていきたいなと思って受けさせていただきました。帰ってきて一番に思ったのは、地域の方と学校がすごく密接に関わっているなということを感じました。やっぱり地元なのですごく楽しくゆっくりのんびりしています。温かい教育環境の中、教室には先生と子どもたちの明るく元気な声が響きます。先生が今このお仕事をされる中での一番のやりがいってどんなところですか？最初はこんなこともできない、あんなこともできないって思ってた子どもたちが、やはり成長している姿を見ると、1年間頑張ってきてよかったなっていうふうに思います。愛理先生はどんな先生ですか？優しい先生、わかりやすいように言ってくれる先生、かわいい先生。かわいい先生。明日も元気に会いましょう。この日も無事に授業を終えました。宮崎で先生のお仕事、サポートはあるのかな？ペアプロという取り組みがありまして、授業についても指導主事の先生に添削から子どもへの声かけの仕方もとても丁寧に教えていただいています。同僚の先生もバックアップしていました。他県との違いで不安になることもたくさんあるかなと思うので、コミュニケーションを取りながら一緒のペースで仕事ができるようにフォローしています。愛理先生の目標は、どんどん世界に羽ばたいていく子どもたちを育てていっていきたいのと、子どもたちいろんな悩みを抱えていますので、その心に寄り添えるような教員になっていきたいなというふうに思っています。宮崎の先生の魅力、今日大変よく分かりました。ところで教員採用選考試験の出願方法が変わるんですよね？はい、令和3年度は県の電子申請システムによる出願方法となります。まずパソコンやスマートフォンを使って県の電子申請システムから出願登録を行います。後日ご登録いただいたメールアドレスに願書などの書類が届きます。必要事項を書き加え県に郵送して出願完了となります。また LINE の県
県の教員採用公式アカウントや採用試験の特設ホームページで最新情報を発信しております。ご参考にしてください。宮崎で先生になろう。榎本先生はとても素敵な先生じゃったの。そうですよね。先生は子どもたちの夢を応援する大切なお仕事ですよね。宮崎で先生になろう、うん、さあ続いては県立高校の魅力を発信、高校紹介 CM コンテストの作品をご覧ください。最後となる今回は日南新徳高校と福島高校だよ。収蔵作品を紹介するコレクション展、現在開催中の第4期コレクション展ではミロや野見山行司らによる国内外の名品、郷土の画家塩月東歩、山内多門らの作品とともに高鍋藩の絵師八代安田利中や都の城出身の大野重幸などの日本画を紹介しています。観覧は無料で4月6日まで、ただし月曜日は休館となっています。県立美術館にぜひお越しください。それではプレゼントコーナーです。今月は高鍋農業高校の皆さんが作ったいちごジャムと玉ねぎドレッシングをセットにして5名様にプレゼント。 MRT アプリからの応募が便利です。今月のキーワードと番組の感想を書いてご覧の宛先までご応募ください。今月のキーワードは笑顔じゃ。そして学びたい番組のおさらいは県動画ポータルサイトくすなみきチャンネルを見てね。さて新年度の学びたいは放送時間がお引越し、毎週土曜日午後4時45分スタートです。ぜひご覧ください。それでは学びたい、また来週です。